銀行から本人確認のお願い。いつもの銀行のショートメールだけど。詐欺かもしれないって。偽サイトに誘導してから ID やパスワードを盗んでお金を引き出そうとしている。ショートメールは単純なだけに見た目だけでは判断しにくいわ。金融機関のショートメールからログイン情報を求められたら注意が必要ね。